はい、山寺です。ちょっとね軽く寄ってますけど、今ですね住吉大社近くに来てましてですね、これから、角打ちの玉水酒店行ってみたいと思います。では、今からですね玉水酒店入りますよ。玉水酒店かな、玉水ですね。それでは行きます。角打ちですよ。今ですね玉水酒店さん来てます。あ、すいません。さあ何飲むんですかね。あれは多分もう、じゃあもう自分で取るんちゃうかな。おっしゃっていただいた。あ、僕見に行きます。見に行きます。すいません。僕はね、この氷結のパイナップル行きましょう。氷結パイナップル、これで行きましょう。八宝菜。これも絶対美味しいですよ。氷結ですね。氷結のねパイナップルですね。これいただきます。あ、もうこの音だけたまんないですね。もうこれいただきますね。ありがとうございます。いただきます。氷結パイナップル今からいただきますよ。パイナップル酔うてますけどね。いただきます。おいしい。うまっ。氷結、キリン氷結パイナップル、これ美味しいですよ。うん、もう最高やわ。今日はもうほんまにね、いい酒飲みライフですね、一日。今ね、5時半ですけども、まだまだね、夜はこれからなんですけども、ちょっとここのお店で何時から開いてるんだろう。ね。本当ですね、ここはね、昼飲みできるかと一瞬思ったんですけど、じゃなくて、夕方のね5時から営業されるらしいですよ。5時から営業なんで、またねもしよければぜひ来てみてください。玉水さんです。住吉大社の駅からねちょっと歩くんですけども、玉水さんもう最高ですよ。ここほんまにこれからねいろんなもの食べますけども、とりあえず私八宝菜と豚の角煮を注文しております。もうね、すごい、なんかもうすごい、空間ですよ。もうね、多分ね、僕はここもちょっと近かったら完全に上手なんですよ。ですね、豚角煮を頼んだんですけど、どう思います？これすごいボリュームでしょ。ちょっと私値段はちょっと分からないです。ここは値段を書いてませんので分からないんですけども、これだけのボリュームですごいと思いますよ。これちょっとね、私も感動してるっていうかね、もう驚きを隠せないんで、とりあえず食べます。これはねもういただくしかことはないんで、いただきます。ありがとうございます。八宝菜もありがとうございます。ちょっと豚角煮、これはもうほんまにちょっとこれ絶対美味しいはず。いただきます。何これ。もうね、脂身の甘みと柔らかい、これはね人気出るわ。量も満足だけども、何より美味しい。最高や。今からね八宝菜もいただきますよ。もう絶対これ美味しいの分かるやん。見るからにこれ豚とね人参とかさ、これもうちょっととりあえずねもう食べるしかないです。いただきますよ。ピント出るかなみたいな感じですけど、とりあえずいただきます。八宝菜いただきます。これね人参と豚肉を取りましたよ。もう絶対美味しいの、もう見たら分かります。僕もさすがに。いただきます。もういいです。もう言葉ない、マジで。もうね美味しい。まあね人気出ますよ。
いやほんまですよ、マジで美味しい八宝菜で豚の角煮、豚の角煮の量が半端ない。もうね、幸せやね、幸せの極みです。もうここはね、超おすすめします。ですね、これですね、豚の角煮の、一緒に煮てると思われる卵、もうね、私卵大好きなんでね、もうこれ分かるでしょ、これ見ても色が、もう絶対美味しいやつですよ、間違いない。いただきます、いただきます。もうね、言葉がなくなるぐらい美味しい、ほんまに。うん、あのね、これにね、これ今口の中に入ってる時にね、口の中に入ってる時に豚の角煮をね、同時進行で食べますよ。絶対美味しいよ、これ。これね、もうほんまお願いだからご飯ください。うまい。僕ね、めちゃめちゃ感動します、ほんまに。もうね、うますぎて言葉が選べないです。出ない。もうこれね、もうどういうでいいかね、言葉がね、ほんまに出ませんわ。ですね、もう一つの名物、ここはね、ポテトサラダらしいんですよ。これがね、もう見た目ね、もう卵バリバリ使ってますよね。このまま多分ね、サンドイッチに挟んでも普通に卵サンドとして使えるようなポテトサラダと思います。とりあえず食べてみますね。これ食べんと、もう僕もね、何とも言えませんけども、でも見た目だけで分かります。とあとこのボリュームね、半端ないボリュームですよ。いただきますね、ほんまに。うん、ごちそうさまです。ね、ほんまに卵たっぷりと具だくさん、ロースハムとかね、じゃがいもゴロゴロ、まあじゃがいもゴロゴロっていうのはポテトサラダから当たり前かもしれんけども、もう仕事がね、素敵やわ、ほんまに。ここはね、教えたくない、皆さんに教えたくないような、教えたいような、でもね、僕はね、そういうの惜しげもなく教えたい方ですけども、それぐらい素晴らしいっていう表現です。最高や。天正ゆずぽん、これね、これを、カツオのたたきにつけて食べるんですけども、どうなの、めっちゃ香りがいいポン酢ですよ。ちょっとね、小皿に入れてるんですけど、柚子の香りがすごくします。楽しみです。カツオのたたきですね、半分っていうのを注文しました。半分でも普通の量ありますよね。半分でも普通の量あります。うちの場合はね、はい、ですが、ちょっとやります。いや、ここは半分でも普通の量以上にあります。こんな普通の量食べ注文したら、もう2人では食べきらんぐらいあります。素晴らしいです。カツオのたたきいただきますよ。もうね、ロレス回ってないか。これね、ちょっとね、先ほどの天正ゆずポン酢ね、これにつけていただきます。もう絶対これ美味しい、間違いないっすよ、これのもね、いただきますね、ほんまに。ありがとうございます。いただいています。うん、うま
すぎますよ。これね、ポン酢自体が酸味もあるんですけど、甘みもある。甘みって旨味かな。あのね、ポン酢の香りがすごく引き立つ。あのポン酢の香りちゃうな、柚子の香りか、ごめんなさい、覚えてますね。柚子の香りが特別にものすごく引き立つ天正柚子です。これはね、もう最高。はい、すいません、お兄様さん、いただきます。お米さんいきます。わー、私も手弱が大好き。僕も手弱が大好き。お疲れ様です。すいません、お疲れ様です。はい、村田さん会えてよかった。とても動画では拝見しております。みっともないね。全然とんでもないです。みっともないことないです。何をおっしゃいますよ。おけいちゃんもいい子でね。おけいちゃんね、今のおけいさんのお父さんの村田さんにちょっとお会いしてますよ。今日は山田さんとお会いしてます。一回あのね、あの八六時でお会いしてますよ。今ね、玉水さん来てるんですけども、ね、おけいちゃん、はい、おけいです。おけいちゃんが来てますよ。もうよろしくお願いします。なんか分からないですけどね、なんか初めてなんで僕緊張してますけど。私もちょっとだいぶ、いや緊張せなくしなくても、いやしますよ。いやそうですか。というか大体こういうここで会うとは思いませんでしたね。本当にね、偶然なんです、ね。偶然っていうか、もうこれね、あの住吉区ですかね、これ。住之江区。住之江区。住吉。住之江です。住之江区でね、ちょっとね、玉水っていう、はい、酒屋さんですかね、これね。お会いしてます。あの、おけいさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと前ね、八九時にね、ちょっとだけお会いしたんですけど、ちょっとだけですわ。ここでちょっとあのがっつりお会いしてますんで、ありがとうございます。今ちょっとチャンネルは、そうなんです、ちょっとね、トラブルがあって、ちょっと今チャンネルがね、はい、一応なくなったんですけど。あら、そうなんですか。いっぱいね、視聴者さんいたんです。はいはい。もう閉じちゃってるんですか。閉じちゃってるっていうか、スマホ自体が壊れたんで。じゃあチャンネルはまだ残ってるんでしょ。残ってます、一応。じゃあ私、あのおけいさんのそのチャンネル、概要欄ね、そうそう、言わんとすることがあってください。概要欄に載せておきますので、まずそのおけいさん、よかったらチャンネル登録とね、グッドボタンとしてください。お願いします。あの、一応チェックしに行くんで。あ、そうですね、はい、チェックはしに行きます。あ、分かりました。じゃあそれでお願いします。お願いします。お願いします。では玉水さんのオーナーさんですよ。お父さん、どうしても映してくださいって言い張り物出すんで。そうでもないけど。そうでもない。じゃあ、ここ映して、あ、後ろの方もいいですか。YouTube 上がりますよ。ほら、いいですか。YouTube 上がります。いいですか、いいですか、いいですか。オーナーさんです。よろしくお願いします。お父さん、またお願いします。乗りますよ。はい、めっちゃ来ますよ。山田さん。今日はごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。足利が13代将軍。そうや、なんて言うの。バッシュ OK。 グーグッと出しといてや。グッと出すぎますよ。最高や。ではありがとうございました。群馬県のあのもうね、今日はね、あのね、美術館にありがとうございます。散々飲み食いしましてですね、あのちょっとこれいいですか、あのこんな感じ。散々飲み食いして6000円でした。めちゃくちゃ安いです。もうここは玉水さん、これからまた行きますよ。またうわ、ここはもうね、再訪問確定第3弦間違いないね。ではお疲れ様でした。もしよければチャンネル登録お願いします。ありがとうございます。では